朝鮮の11代王、中宗の2番目の性質、チャンギョン・王ンがいました。じゃあ、このチャンギョン・王ンはとても評判のいい王妃だったんですが、周りからとても尊敬されてたらしいですね。チャンギョン・王ンからやっと生まれた息子、つまり後継者が12代王の印象です。 じゃあ、ただ、残業万夫は残念ながら、このインジョンを産んでから、間もなく亡くなってしまいます。これで、このインジョンは生まれたばかりで、母親の顔もわからず、寂しい人生を送ることになりますが、 えー、じゃあその時、3番目の性質として、11代を中調は、文正王夫という人と結婚します。じゃあこの文正王夫は当時17歳でした。 で、当時、王族の性質には、自分の息子じゃなくても、後継者を育つ、教育する義務があったので、まあ、17歳だった、文ワ王府も、インジョンを自分の息子のように考えていたと思います。仲良く17年間過ごすことになります。もちろん、自分の本当の母親の顔もわからないインジョンは、文ワ王府を自分の本当の母だと思い、育ち、立派な男です。 結局文、文正王夫もその間、息子がいなかったので、印象と本当に仲良く過ごしていたという記録があります。 話なし戻して、とにかく二人はお互いを本当の息子、本当の母親だと思いながら仲良く過ごしましたが、17年後に事件が起きます。文昌万夫が待ちに待った息子を産むことになります。当時34歳でした。もちろん、久々の息子なので、十一代を順調もすごく喜んでいたと思います。ただ、ここで問題が起きます。 あ3番目の性質ではあるけれども、当時の性質ではないでしょうか。なので、後継者の問題がちょっと複雑になります。文章1符は、今までインジョンを自分の息子だと思って大事にしたんですが、 もう状況が変わったんですよね。文ン,ン,ンフ婦は自分が産んだ息子を王にしたくなりました。これによって今まで本当の息子だと思って育てられたインジョンはどういった気持ちだったでしょうじゃあ、ここなんですが、記録によりますと、むしろインジョンは自分の本当の弟が生まれたようにすごく喜んでたらしいです。 本当のお母さんだと思ってたので、まあ、当然なあ。コードだと思いますが、文ンジョン、ワンフはこれが気に入らなかったみたいですね。で、さらに実際こうやって生まれた文ンジョンワンフーの息子が13代王の明治に後になりますが、この二人はお互い腹違いの兄弟にもかかわらず、とても仲が良かったらしいですよ。仁城も明徴のことが大好きで、明治も仁城を本当の兄上みたいにした,たらしいんですが。 残念ながら、文ワ万フはこれがとっても気に入らなかったようですね。ここで、中二大王の印象の話を少しやってみると、3歳の時からこうやって漢字だらけの漢文を読んだという天才と呼ばれています。それと、儒教の国、朝鮮では親孝行がとても大事なんですが、 親行もとっても大事にしてたらしくて、周りの家臣からとても褒められたらしいですね。で、さらに、家臣の話にもちゃんと耳を傾けて、いろんな話を聞いてくれる。なので、まあ,ある意味では、エリートの後継者でしたね。家臣からの評判がとっても良かったらしいんですが、だからこそ、文章ワンフーには気に入らないところばかりですよね。 当時、朝鮮では、まず、10歳にならないと後継者になれないというルールがありましたが、後継者が死亡した場合はできるというルールもありました。じゃあ、ここまで考えたら皆さん、どういった展開になるのか要素がつきますかある日、朝鮮の王宮で、とっても珍しいことが起きます。 後継者の聖者の寝室にいきなり大きな火事が発生しました。で、さらに当時の家臣たちはこれに完璧に対応ができなかったんです。聖者はそこでやっと脱出できましたが、 文章万夫の仕業という記録はありませんが、こういった噂がとても広がったらしいですね。正式な証拠はないんですが、この噂だけを見てみると、文章万夫といい後継者聖者の間が、もう、朝鮮全体に広がるぐらい、二人の関係が明らかに悪くなったことがわかりますよね。 ここで考えてみたら、文章王府は当時超名門家門のユン氏の娘で、その弟も、文章王府のおかげでかなり好意改良まで上がった、ユン・ウォンヒョンもいったんですよね。なので、このユン氏が力を合わせたら、後継者一人排除するのは問題はなかったと思いますが、ただし、後継者の正者の後ろには、ユニンという人がいましたね。先ほど言った、ジャンギョン王府の お兄さんになります。なので、後継者世者の家族になりますので、守ろうとしていますよね。でそして、ユン・インは大物の政治家で、文政万府と同じく超名門家のユン氏だったので、文政万府もなかなか世者に手を出せない状況でした。もちろん、世者が評判が良かったのもあったんでしょう。 結局、文章王夫は、中中を頼ることにします。性質。つまり、王様の奥さんだという立場を利用してて、王をゆっくり、ゆっくり。 ゆっくくり説得ししてていいきますよね。自分の息子を王にしてくださいとで。ここで、11代用の忠臣がしっかり言ったらいいんですけれども、そんなことができないわけでもないよというニュアンスの言葉をずっと言って、周りの家臣とか文常ワンをみんなを混乱させますよね。 なので文ジョン、文ンワンフンは自分が後継者のお母さんという立場を利用して、えー、この後継者、聖者をすごくいじめていきます。えー、聖者が宗教的な儀式としてお母さんに挨拶に来たら、私と息子を殺しに来たのかと言って、まあ、すごく怒ったり、ずっと何時間も会ってくれなかったりとかしていじめたそうですよね。で実際、聖者はこの文ジョンワンフンのことを本当のお母さんだと思ってたので、とっても辛かったと思います。 そのストレスで結局心の病気になって衰弱していてうー、まあ、文章番号としてはこれもある意味で戦略だったと思います。今すぐ目に見える手は出せないけれども少しずついじめていじめて衰弱させていくと戦略だったと思います。 それはある程度的中しました。聖者はだんだん衰弱していきました。で、もちろんその間、何回の特撮微水もあったらしくて、聖者は食事もできなくなりました。えー、今私が食べているどこかのおかずに毒が入ってるかもと思って、食事もちゃんとできなくて、だんだん体は弱くなっていきました。そういったある日、突然、11代の順序が、 え、物の病気の悪化によって、急に病死してしまいます。で、その時に、文ワンフとしては、もうかなり悪いタイミングだったんですよ。あとちょっとで聖者が10歳になるのに、ちょっとまだ若かったんですよね。なので、予定通り、12代用の印状が王になります。で、この印状なんですが、もちろんこの人が亡くなった後につけられた、まあ印状という名前ではありますけれども、実は朝鮮 の中で、この印が入ったら、最高レベルの西洋という意味なんですよ。なので、かなりいい王だったらしいですよね。で、結局、この印状がちゃんと王として活躍するから、文・上・王・夫の勢力はだんだん弱化していきますよね。で、この印状は、かなり王としても。お父さんと違って活躍したようですが、中、ま、京、あ、に基づいて朝鮮を立て直すと言ってて。 家臣からも認めてもらい、そしても、ま、超惶助という改革を、あの、 求めていて、結局死刑された、えー、中正時代の家臣がいたんじゃないんですか。で、この人の名誉回復をして、えー、この人の改革の意思を、引き継いでいくという意志も見せたんですよね。で、それだけじゃなくて、お、朝鮮の王だったら、誰でも嫌いな朝鮮王のストーカー、サワンがいたんですね。そのサワンは、王様の記録をするときに、えー、この当時は、誰誰々が書きましたという名前を入れないといけ いけなかったんですがその名前すら書かなくていいというまあ、完全に秘密を保証してくれるというまはあ、宗教的に朝鮮的にまあ立派な王だったということですこういったインジョンを見てて中国のある家臣はまインジョンは孔子に勝る聖人であると言ってだいぶ褒めてたらしいですただこういった話も残していますしかし朝鮮は土地が狭い こういったところで成人は長生きできないと言って、印象はおそらく早く亡くなるでしょうという要言もしたらしいです。今これ解釈してみると、朝鮮は土地が狭いんじゃなくて、朝鮮は心が狭いと言いますかね。狭い土地、狭い宮内だから、こういった陰謀と暗殺が多いので、印象みたいな優しくて完璧な王は殺されるという、ちょっとそういった内容も入っていたと思います。 その要素が当たってたんでしょうか印ン,ンは、王になっても、やっぱり特撮疑惑とかで、まあ食事もあまりできないし、ストレスの原因もあったでしょう。で、さらに、お父さんのお葬式を3年間しないといけないから、そういった忙しさもあったと思いますが、その中で、ある日、文ンワン府がいきなり、 優しい顔をして、インジョンの前に現れて、チョンハー、元気回復のためのお餅をお持ちしましたと言って、お餅を出します。これを見たインジョン、やっとお母さんが自分の気持ちを分かってくれたのかなと思い、この餅を食べますが、餅を食べた当日、いきなり疑問ししますね。えー、これは、王になってから在位8ヶ月のことでした。 一旦、こうやって、おうが餅を食べて亡くなったというのは、あくまで、まあ、民間の話で、公式の記録では、インジョンは親孝行精神がとてもすごくて、お父さんの死去を悲しみ、食事もしないで衰弱していて、その影響で亡くなったと記録されています。もちろん、今の韓国の教科書にもこうやって教えていますが、研究者たちはそうやって思っていません。一旦 もちろん、あの、ョンは宗教をとても大事にしたので、親孝行もとても大事に行っていたと思います。で、さらに、プラス、ママ・母への思いを持っていたのももちろんでしょう。で そういった大事にしていたママ母の牽制と圧迫、殺害脅威などでストレスが溜まって、まあ、こういった不安感とストレスの中で食事もなかなかできず、も、ま、う、あ、ある意味では飢え死にされたということもあるでしょう。まあ結局、文淳万夫は直接であれ、間接であれ、追うを殺した追う日になりますね。 じゃあ、インジョンが子供も残さず亡くなってしまったので、文蝶王夫の願い通りに、文蝶王夫の息子、十三代王の明ジョンが王になります。ただ、当時11歳だったので、えー、王になるためにはせめて15歳から二十歳になる必要があったので、文蝶王夫が代わりに権力を握って政治をすることになります。 で、そのついでに自分の弟のユン・ウォンヒョンも好意官僚に昇進させ自分の権力を固めていきます。そして自分が権力を握ってからすぐやったことが先ほど言ったインジョンの貢献者ユニンをすぐ死刑します。これによって反対派を全部排除しますよね。 じゃあ、これで全ての家臣は、明状に従うことになりますが、もちろん、実際は、その裏にいる文状王府に従うことになります。まさに、女人天下が始まったんです。じゃあ、今日はここまでです。来週は、朝鮮でこうやって王妃が、息子の代わりに政治をやったのは初めてじゃないんですが、この文状王府は、 自分が本当に追うのように権力を振りまった情勢として記録されています。つまり、ある意味では朝鮮最小の女王だと言えますけれども、じゃあ、こうやって情勢のリーダーの政治が始まった朝鮮。じゃあ、一体どういったことがあったでしょうか来週はこの話をしてみたいと思います。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃこんばんはよ。ろぶんあんにょーん。